テレ東。神奈川県横須賀市の北下浦海岸で体長およそ6メートルのザトウクジラの死骸が打ち上げられているのを通行人の男性が見つけました。横須賀にもこんなのがいるんだなと思ってびっくりしました。流れ着いてきたんでしょうけど、なんかこのどっか泳いできたんだなと思うとかわいそうだな。無事に大きくなれればよかったのになって思うんですけどね。横須賀市によりますと、ザトウクジラの死骸はかなり腐敗が進んでいて、海岸におよそ3メートルの穴を掘って埋めたということです。今回、クジラの死骸が打ち上げられた場所からおよそ16キロ離れた鎌倉市の材木座海岸にも21日にクジラの死骸が漂着しているのが見つかっています。